こんにちは、三森さくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、今日は久しぶりに私の精神障害のうつ病とか諸々の障害について変わったことをお話ししていきたいと思います。もうこの数ヶ月ガラッと変わっております、症状だったりとか。まあ変わったところもあれば、あのまだ症状が結構出ている、まだ残っている部分もあるので、そういうところをお話ししていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。私は、まあ、まず前提として身体障害もあるんですけど、精神の障害も持っています。で、その精神の障害は中学の2年生の時に学校で人と揉めたりしたことによって発症したので、そこからずっと、まあ、そのメンタル的なあの症状とは向き合ってきたんですね。途中からあの会社に勤めたりとかした関係でうつ病を発症したという形なんですけど、そのうつ病っていうのもなんか最近違ったんじゃないかなって思ってて、あのかなりね、この数ヶ月でバンと回復いたしました。そんなね、急に回復するようなあのものじゃないと思うんですよ、うつ病って。確かにそのうつ病の症状っていうのはすごく出てたんですけど、ずっと泣いてた期間があって、 YouTube も休止していた期間があったんですけど、症状としては出てたんですけど、最近ものすごいね回復しまして、もう今ほぼね寝たきりになるとか、もう寝たきりとかだったんですよ。その動けなくて、もう体が鉛のように重くなっちゃって動けないっていう症状とか、情緒不安定になっちゃう症状とかがあったんですけど、最近そういうのが一気になくなって、まず寝込むことがなくなりました。体がだる重くなるっていうこともなくなりました。これめちゃめちゃ嬉しいことで、でそれはなんでかなって考えた時に、ちょっと気持ちの持ち方を変えたっていうか、具合悪いっていう事実があったとして、具合悪いっていうところを集中してしまうとどんどん具合悪くなっていくだなっていうのを最近感じてて、でそのちょっと具合悪くても、まあ他の人たちもね、あの頑張りすぎちゃうと疲れるよねみたいな感じで、なんか特別具合悪いってすごく思わないようにしたんですね。でそしたら結構回復したんですよ。そう、たったそれだけでこんなに変わるんだなっていうのを思ってるんですけど、今日はまあそういうね、症状が一気になくなりましたっていうお話と、あとまだ未だに残っている症状みたいなのを、これを踏まえてお話ししていきたいなっていうところでございます。はい、でまず、まあ、変わったところは今お話しした通り、本当に具合悪くなることがなくなりました、メンタル面で。今はフリーランスっていう形でお仕事をしているので、幸いね、自分でスケジュールを立てることができるんですね。そういう形で、まあ、お仕事したりしてるんですけど、なので具合悪くならないように予定を詰めすぎないようにしようとかね、思ってそういった工夫をしてきたんですけど、最近はそのちょっとね多めに動いても症状出ないですね。そう、これすごい嬉しいことで、どうしてもやっぱ家事って溜まっちゃうし、お仕事もすごいやることが結構ね、やりたいことが結構あるので、こう、まあ、うまくね折り合いつけてやってたんですけど、なんかそれが結構思うようにできるように最近はなって、でかつ全然ね、あの具合悪くならない。あとはスケジュールを立てるときに、例えば今日こういっぱい活動したら、次の日はゆっくり過ごす日としてあんまり予定を入れないとか、そういう感じでやってたんですよ。そうだけど、今はこう連続で、今日ちょっとお仕事で外出する、ちょっと遠出する、で次の日なんか家族で遊びに行くとか、そういうね外出みたいな
感じで、なんか予定を立てても具合悪くならないんですよ。めっちゃ嬉しいですよ。そう、なんかね、もうタフに動けなくなっちゃったかなとか思ってたんですよ。学生の時は本当連チャンで予定入れてて、もう全然具合悪くならなかったのに、最近はそのもう体力がなくなってしまったんじゃないかってずっと思ってたんですよ。そう。だけど最近になって連チャンで予定入れても全然体調が崩れないっていうところで、あ、本当に回復したんだなっていう風に思ってるんですよね。回復した要因としてちょっと思うのは、人間関係っていうところもあるのかなって思っていて、あのお友達とかだったりとか、なんか環境とかお仕事とか変化していくので、付き合いするお友達だったり人間関係っていうのも変わるじゃないですか。それで最近は本当にポジティブというか活動的なあの人たちとご一緒することが多くなって、まあなんか私お友達は少ないんですけど、そう、なんかお仕事関係でつながる人たちってめちゃめちゃパワフルな方々が多いんですね。そういう人たちとなんか喋ったりとか、なんか打ち合わせをしたりとかしてて、もうね、めちゃめちゃパワーをね、あの、いただくんですね。なんかそういう会話をしてると、すごいね、なんか体の中から、なんか湧き出てくるっていうか、めちゃめちゃ元気が出てくるんですね。そう、ものすごいね、なんかそういう関わる人たちとかっていうのも、結構重要というか、体調が回復した要因の一つじゃないかなっていうふうに思っています。症状として残っているのは、焦っちゃうとか、人と自分を比べてしまうとかっていうのはあるかなと思います。焦っちゃうっていうのは、まあ昔からなんですけど、前と比較すると本当に減りました。焦ってしまうっていうのは、なんかね、なんかもっと頑張らなきゃとか、まだまだだなとか思っちゃう。っていうところですね。人と自分を比べてしまうっていう点については、なんか SNS は最近は見る時間を減らしたんですけど、そういうところじゃなくて、こうめちゃめちゃお仕事を頑張っている人を見て、で私は全然ダメだなみたいな、その人を見てあなたダメねみたいな、もっと頑張りなさいよみたいな感じで言われている気がする。見ただけだよ。見ただけで何も言われてないけど、勝手に比較しちゃって、なんか、もっと頑張りなさいよみたいな感じで、なんか、見せつけられてるみたいな感覚になっちゃう。みたいなところはあって、そう。だから、自分と向き合う。自分を信じて、過去の自分を成長できるように頑張ろうみたいな感じで、今シフトしてるところかなって思います。その人たちは別に何戦ってるわけじゃないじゃん、私たちって。そう、逆になんかそういう人たちがいたら一緒にさ、より良いなんかものを作り上げたりとか、そういう感じでしたらすごく楽しいじゃん。そうだけど、なんか競争心っていうか、こう昔からスポーツやってたからなのかわかんないですけど、負けず嫌いみたいなところがあって、なんかこの人たちよりも私はもっとできる、もっと頑張れるみたいな感じになっちゃうところがあって、だからそこは本当いけないところっていうか、あの悪い方向に行ってしまうので、あの今ね改善したいなって思って、あのメンタルのクリニックではそういうお話をしたりもしてるんですけど、脳が本当フル稼働しちゃうと、こういろんなことを考えちゃって、でバーンってなってまた具合悪くなっちゃうっていうのがあるから、そういうところもなんか考え方とかちょっとずつちょっとずつ変えて、そういう悪い症状が出ないようなこう行動っていうか生活ができるように今はやってるっていう感じですかね。そう、本当に最近それが目立つかなって自分では思ってて、そう、なんか責められてるんじゃないかって思っちゃうことが多くて、別にそれで落ち込みはしないんですけど、不安定になることがありますね。まあでもそういうのってこう日々の、まあ、自分のやるべきこと、目の前にある
やるべきことをこうやっていくことでどんどん自分に自信がついていくし、なんか過去の自分を見つめ直してやっていこうとか、そういう感じで生活していくとどんどん薄れてくるというか、そういう風な考え方が変わっていくと思うので、そんな感じで私は工夫して先のことをね考えたりとか、人と比べたりしないように、工夫したりしてるかなと思います。はい、っていう感じです。はい、私ね精神障害を負ってからもう多分10年以上ね向き合ってるんですけど、ここ最近症状が落ち着いてきて回復してきたかなっていう風に思っています。はい、本当に精神障害って完全に治すっていうところまでいかない方の方が多いですし、なかなか本当に時間がかかることだと思うので、私も本当に焦らずやってるっていう感じなんですけど、不安な気持ちとかを溜め込まないように、なんかうまくねこう人と付き合って発散したりとか相談したりしながら、ベストなねいろいろ試しにはなると思うんですけど、自分のベストな生活スタイルについて考えてやっていくのがいいのかなって思います。時にはねお薬の力に頼ったりとかしながら、やっていくっていうのも一つの方法だと思いますし、その人その人の症状とかによって本当に違いがあるので、こうすることが正しいとかっていうことではないんですけど、ベストなねその人に合った生活スタイルに合った治療法っていうか、そういうのを見つけられるといいのかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じでですね終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。